見とくだけでもちょっと見てみていいですか。はい、大丈夫ですか。もう今から帰る。あ、そうなんですね。家についてきていいですか。かわいい。え、あれあれですか、お掃除する時間いただけるんであれば。あ、全然、はい、お自主的にお願いします。西新宿です。かわいい。いいね。あ、ここですか。あ、はい、そちらです。めちゃくちゃ大きくないですか、これ。家賃おいくらですか。家賃でも20万くらいです。20万。え、ちょ、5分だけ。あ、わかりました。すっぱいすごかったよ。わざとでしょ。ベッドは大きいですね。ダブルベッド。寝相が悪いので。全然帰らないもん、寝てるから。そうですね。お金は私月収550万円ほどなので。そんなにですか。はい。売れっ子キャバ嬢じゃないですか。いや、全然ですね。なんか基本的にお金を振り込んでくれる方が多いです。お金を振り込んでくれるんですか。すごい。え、そういうの愛人とは全然違いますね。ただ私がデートをするので、お金を振り込んでるみたいな。パパ活みたいな。レンタル彼女ですね。レンタル彼女。じゃあお金をいただいてデートするみたいな。1時間2万円ですね。1時間2万円高い。でも取る人とかは6時間とか取る人いますね。12万。デートってどこまで。デートですか。どこまで。中とか。中できんの。手は握ります。はい、手握って中。はい、だってチューズできたらその先も行けるでしょ。はい、それ八木さんが言ってる。いやだ、それは基本的にでも何もしないです皆様。当たり前だよ。基本的にご飯を食べてカラオケとか行って楽しんで解散が多いので。ツイッターで基本的に検索するの。ツイッターで会長で検索すればいいよね。会長出せますかとか。会員として頑張りたいな。みたいなダイレクトメッセージが来るんで、じゃあ1時間2万円からですみたいな感じで私が返します。全部ひらがなだよ。そういうのだけで、まあ基本的に60万とかを超えますね。じゃあキャバクラも別に働かなくてもいいんだ。120人とかは合ってるんじゃないですか。はい。どうしてそういうことを始めようと思ったんですか。一番最初はやっぱりお金が欲しい。私実を言うと15歳から家を出ていてずっと一人暮らししてるんですよ。でずっと一人で働いてずっと一人で生活してきたんですよ。きっかけとなったのは母親が小さい頃に離婚していて、私母親も割と帰ってこない人だったんですよ。普通に3日間帰ってこないとか普通だったな。まあ、なんかやっぱ思春期の私にはなんで置き去りにするのとか、なんで一人ぼっちにするのみたいな感情があって、なんか寂しかったんでしょうね多分。でしかももともと学校でいじめを受けていたんですよ、中学校の時に。やっぱり貧乏な家庭で育ってるのもありますし、あの体操着とかが体が大きくなってきてきつくなってもお金出してもらえなくてとか、なんか物が壊れたりしても買ってもらえなくてとか全然多くて、まあ、容姿もそうだったんですけど、すごいデブでブスだったんですよ。まあ、今も全然デブでブスなんですけど、もっとひどくて148センチで55キロなんてただのデブですよ。そうなの。はい、そうですか。一人で生きてた分、そういう自分で稼ぐということに結構忠実というか、でもその出てきてしまったことによって今の年ながらに成長できたこともあるし、これから頑張っていこうと思うこともいろいろ増えたので、母親を恨んだりしてることもないですし、むしろそれは割と感謝してますね。はい、ママがネイルの資格を持っているので、私がお店を開いてあげてママと一緒に共同経営したいんですよ。今ってお金貯まってます。そうで
ですね、今だいぶ貯めてきましたね。貯めてるんだよね、こういうこと。貯めて将来のことに使いたいというか。でも二人きりで取材してて、じゃ例えばなんかすごいもう本当土着そのタイプの女の子だったら初めて聞いたの。すごい何もないです。え、誘われたらどうするんですか。誘われたら仕事中なんてちょっとでいいんでって言われたら、ちょっとって何を。ちょっとですか。うんって、いろいろ。いろいろ。いや、それはそんな誘惑。ちょっと考えますけど。応援してんじゃない？ええ、もう今ですって言われたら。今って言ったら、いやちょっととりあえず今日はあの仕事最後までさせてくださいって言って。とりあえず。これは。こいつ電話してんだこれ。おい、ちょっとこれ大丈夫？いやこれ遊ばれてんだよ。落ちぶれてんの。ちょっとSKがありそうな子だもんね。翻弄されたね、最後。